どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはテントなんですけれども、去年紹介したネイチャーハイクのハイバイ3の新型のテントとなります。僕は旧型の方がめちゃくちゃ気に入ってるので、今回この新型も追加で購入しました。もし僕が2019年に買ってよかったものランキングっていうのを作るとすれば、このテント間違いなくランクインするぐらいめちゃくちゃいいテントなんで、ぜひ最後までご覧ください。ということで早速ネイチャーハイクの新型ハイバイ3をご紹介いたします。まずはこのテントの特徴をさらっとご紹介いたします。1つ、大きな前室がついているので、別にタラップなどを用意しなくても快適なキャンプができること。2つ、設置にペグなどを必ずしも必要としないため、土の上や芝生の上だけでなくコンクリートの上やどこでも設置できること。3つ、こんなに大きなテントにもかかわらず重さはなんと 2459g です。付属品を全て入れたとしても 2770g となっています。ちなみに前のモデルより約 500g 軽くなっています。4つ、耐水圧が 4000mm だということ。5つ、専用のグランドシートが無料で付属しているということ。こちらも耐水圧は 4000mm となっています。では早速袋を開けてみましょう。付属品はメインのポールが3本、アルミニウム合金のペグが16本とロープが6本です。では早速組み立てていきます。一見大きなテントなので一人での組み立てに苦労しそうですが、通常のテントにプラスしてもう1本だけポールを追加するだけなので意外と簡単に設営することができます。僕は以前のモデルも使っていたので、このテントの組み立てにはかなり慣れています。組み立てにかかった時間は4分40秒でした。初めて組み立てる方は20分程度、2回目は10分程度で組み立てることができると思います。外見を詳しく見ていきましょう。テントの裏側の正面にこのように少し硬い板が入っています。マジックテープ部分と接続すれば通気口になります。このテントには合計で3つの通気口があります。あとの2つはテントの横の上側にあります。扉を開けてみるとこのようになります。扉はくるくる巻きにして横に固定できます。テントの扉は内側からも開けることができます。インナーテントの扉はとても大きく出入りしやすくなっています。インナーテントの入り口には網戸もついています。インナーテントもくるくる巻きで下に固定することができます。早速テントの中を見てみましょう。前室はこのようになっています。ご覧の通り大きな前室がついていますが、前室にランタンをかけるフックがついていないのは残念なポイントだと思います。しかしインナーテントを吊り下げているフックがあるので、こういったところに工夫して引っ掛ければ使えないことはないと思います。インナーテントの中はこのようになっています。入り口のサイドにメッシュのポケットがついています。またテント上部にもメッシュのポケットがついています。その下にランタンをかけるフックがあります。さらにその奥にはファスナーがあります。そう、このファスナーを開けることでさっき作った通気口にアクセスすることができます。わざわざテント内部から出なくても通気口を開け閉めすることができます。テントの内部は一応3人まで寝ることができます。2人で快適といった広さです。1人だと大の字になって寝ることができます。各部の大きさは 110cm、95cm、70cm、80cm、150cm、160cm、125cm、115cm です。インナーテントとフライシートはフックで吊り下げてあるだけなので、1分程度で簡単に取り外すことができます。インナーテントを取り外すとこのようになりました。インナーテントを取り外した状態でグランドシートを取り付ければタープやワンポールテントのような雰囲気になります。ちなみにインナーテントのみの重さは 650g でした。無料で付属する専用のグランドシートを広げてみましょう。このグランドシートはこのテントの専用のグランドシートなので、ぴったりに合うように設計されています。なのでテントの底面部分と形が同じになっています。グランドシートの四隅にはハトメの穴があり、テントのポールと接続することができます。四隅をテントのポールと接続すればしっかり固定されるので、風で飛ばされたりずれたりすることはありません。また雨が降ってきた時にグランドシートがテントからはみ出していたら雨水がたまり浸水してしまいます。しかしこのグランドシートはご覧のようにぴったりなので、下からの浸水はほぼありえないと言っていいと思います。耐水圧についてです。テントの生地には 20D という生地が使われています。耐水圧は 4000mm となっており、通常の雨だけでなく大雨でも耐えることができるレベルです。もちろん縫い目には防水のシームテープ加工が施されており、縫い目から水が入ってこないようになっています。
このように縫い目が交差する部分にもそれぞれにシームテープが貼られており、雨が漏れてくることはなさそうです。もちろんインナーテントの底や付属のグランドシートにもシームテープ加工が施されています。演出の入り口部分のファスナーはスカートの中に隠れており、ドアからも雨水が入ってきにくい構造になっています。今回このテントと同時にネイチャーハイクのエアーマットも購入しました。試しにエアーマットをここに置いてみるとこのようになります。以前豚骨ラーメンを作るために九州を一周した際は前のバージョンのものを使用していました。その時雨が降ってきたんですけれども、正直このネイチャーハイクのハイバイ3の前では雨なんぞ何の障害にもなりません。見ての通り聞いての通り雨が降ってきました。まあよかったっすねこのテントで。なんかこのテントやったら雨が降っても快適に過ごせるんで。めちゃくちゃ大きな全室がついているので、雨が降っていてもこの全室で作業ができるので結構無敵なテントだと思います。僕が前のモデルを持っているにもかかわらず新型を購入した理由もそういった理由です。ということで旧型も持っているので何が変わったかさらっと比較してみましょう。1つ目、まず外見は似ていますがロープを取り付ける位置や通気口の位置が変わっています。2つ目、そもそも生地が別のものが使われています。前回のモデルは 210T という生地、今回は 20D の生地が使われています。3つ目、スカートの長さが 6cm 伸びています。前のモデルの通気口は真正面と真後ろにあったんですけれども、今回の新型は両サイドと真後ろにつきました。全てのベンチレーションがテントの中から手が届くように設計されているのでめちゃくちゃ便利です。一見分かりにくいですが、スカートの長さが6センチ伸びています。これによってテントをピンと張ることができ、フライシートと居住スペースの間に隙間ができて、結露などにも強くなり、下からの雨が入ってきにくくなっています。前のモデルを持っている僕からしても、新しいモデルはより小さく、より軽く、より便利になっているので、買い替えてよかったなと思っています。価格は前のモデルよりちょっとだけ高くなっていましたが、この広さとこのスペックなら納得できる価格かなと思います。旅人の僕はこのネイチャーハイクのハイバイ3を1週間以下の短期のキャンプツーリングの時に使用しています。週末のキャンプやツーリングに使うのであれば、このテントは広々として快適に過ごせますし、何より広い全室とグランドシートのおかげで、どれだけ大雨が降ろうともへっちゃらなので、一つあればめちゃくちゃ便利なテントになっています。このテントは雨が降った時にこそ進化を発揮すると思います。というところでいかがだったでしょうか。ネイチャーハイクの新型ハイバイ3のご紹介でした。ということでですね、モロケンのフリートークなんですけれども、今ね横にあのオレンジ色の旧型のテントがあるんですけど、マジで買ってよかったです。この新型っていうのも、一番僕がこのテントで気に入ってる点が組み立てなんですよね。でネイチャーハイクのハイバイする旧型のオレンジのやつもだいたい5分半から6分ぐらいで僕は組み立てられるんですけれども、さっきご説明した通りポールとポールの間は穴が開いてるんで、間違えちゃうことが多いんですよ。ポールを本来通す穴ではなくて違う穴に通しちゃうことがあるんですよ。なんでそれを意識して組み立てないと間違って組み立てちゃうことがあったんですよ、僕でも。なんですけど、この新型のテントは、先ほどお見せした通り全てのポールの穴っていうのがもう一貫して最初から最後まであのトンネルになってるんで間違うことがないんですよ。なんでこうポールをね通してシュッ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 ってもう最後まで通っちゃうんで、組み立て時間がそうだな1分2分3分2分ぐらい早くなったんじゃないかなと思います。本当に組み立てが簡単でしかも軽くて、で今日ね皆さんお見せしている通り風が強い日なんですけども、風が強くても全然一人で簡単に組み立てできるぐらい、簡単に組み立てが可能となりました。それだけでもめちゃくちゃ買ってよかったなって思うんですけれども、それ以外にこのちょうどここですね、このベンチレーションのこのチャック部分、ファスナー部分、テントの中から、ベンチレーションを調節できる、でここ映ってるかな、ここのこのベンチレーション、これこの部分も、テントの外に出らずに中から全て開け閉めできるんで、それって実際ね、1万円ぐらいのテントじゃないんじゃない、1万円価格が1万円台のテントでこういった中から開け閉めできるテントってなかなか、いやっていうか僕は見たことないですね。だいたい3万円4万円台のクラスのテントやとこうやって開け閉めできるようにファスナーが装備されてることが多いんですけど、1万円台でこの装備っていうのはないので、マジでその、いわゆる3万円か4万円ぐらいのテントの装備と同じぐらいのやつが、1万8000円ぐらいで買えるっていう感じのテントだと僕は思います。で先ほども言った通り今日はめちゃくちゃ風が強いんですけど、
今ねこうやって動いてるじゃないですか、この辺とかほらなびいてるんですけど、風強いのにバタ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 ってなってないのお分かりでしょうか。やっぱりあのポールが3本あるんで、風が吹いても接地面が多いんで、なびきにくいっていうのがあると思います。でやっぱねここら辺のこういったなんていうかテント自体がピンと張ってるんですよね。もちろんあのペグを打ち込んでるっていうのもあるんですけれども、ペグを打ち込まなくてもこのテントってピンってなってて、 あんまりこうバサバサバサって風が吹いてもならないっていうのが特徴かなと思います。それはね前の、旧型もそうだったんですけど、風が吹いてもそんなにバタバタバタってならないのはものすごくいいことというか、まあ、夜 寝る時とかもそういったところで、まあ、快眠というか快適に過ごせるかなと思います。ってことで皆さんいかがだったでしょうか。ネイチャーハイクの新型ハイバイ3のご紹介でした。もう間違いなく僕が2019年で買ってよかったものランキングみたいないうのを作るのであれば、これは間違いなく入るテントです。価格は1万8000円ぐらいだと思うんですけれども、最初のテントにこれはマジで持ってこいです。で旧型ね、旧型も以前動画で紹介したんですけど、何人かの方からあの組み立てが難しいですっていう DM が来たんですよ。なんですけど今回のこの新型の方はかなり本当に組み立てが簡単になってます。ポールを通す場所とかもすごい分かりやすいんでめちゃくちゃ簡単になってます。で一人で組み立てる時もやっぱ重いテントだとちょっとねこう大変なんですけど、めちゃくちゃ軽くなったんで誰が買ってもいい最初の一つのテント、最初の初めて買うテントにめちゃくちゃ持ってこいのテントだと思います。でね、僕が今この GoPro を置いてるこの部分、前室部分ですね、足をこうやって伸ばしてもいいし、まあバイクで来てバイクの荷物、ヘルメットとかいろんな荷物を置いても、まあ、調理できるスペースもかなりあるし、うん、これは間違いなく2019年買ってよかったものランキングベスト5には今のところ入るかなと思います。そのぐらいめちゃくちゃおすすめなテントです。ということで、このテントの購入先は概要欄の方に貼ってます。で、いくつかこのテントってモデルがあるんですよ。色とかモデルがあるんで、で旧型とかも中には、ね、混じってて、パッと見じゃ新型と旧型分かんないけど、旧型と新型が同じ値段で売られてたりするんで、お間違いないように僕がこの全く同じ新型のテントの購入先は、概要欄の方に貼ってるんで、気になった方はそちらの方から、チェックしてみてください。それとさっき紹介したネイチャーハイクのマット、エアーマットの方も、概要欄に貼ってるんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。